い、カズキ。いや。よし、今日はな、スイッチっていう技法についてちょっとみんなに教えていきたいと思う。手短に行くからな。いつも長くなりがちだからな。手短に行く。まあじゃあどういうものだ。どういうものなんだ、スイッチって。あの、コインがなく終わってこうやってコインを移動させる。この瞬間にコイン入れ替えてますよって、このようなことをスイッチって言うんだ。スイッチって言ってもな、みんなが知ってるこのスイッチじゃないぞ。わかったな。このスイッチではないからな。ちゃんと覚えとけよ。じゃあやっていくぜ。スイッチっていうことを今日教えていく。手短に行くぞ。やり方を教えていくぞ。スイッチっていうのはな、2枚必要だからとりあえず2枚必ず持ってなきゃない。いいな。片っぽの手にはフィンガーパーム。まあフィンガーパームじゃなく、このようなフィンガーパームというものね。ハイフィンガーパーム。そしてこれが普通のフィンガーパームっていうんだけど、ちょっと高めでフィンガーパームなんだ。わかるな。これも別にな、クラシックパームポジションに別にあっても別に悪くないからな。うん。とりあえずコインが隠せれば OK だ。わかるな。はい。そしてじゃあ1枚のコインを示す。このコインを示して移動させるときに行う技術なんだ。こっち側を移す動作で、こっち側をフィンガーパーム。フィンガーパームだぞ。フィンガーパームに移してこっち側を返す。その動作でこっち側を示す。これでスイッチ完了だ。だからな、これ今同じ銀貨でやってるけどな、一つのコインを例えばこうやって変えてしまう。銅貨と銀貨、銅貨が移動させると銀貨に変わってしまう。このようなこともできるんだ。うん、スイッチっていうのはな、すごく便利なんだ。こうやってな。そしてな、一つだけ私がアドバイスするとするならば、スイッチをしてこのように持って、まあ持ってもらう場合にはいいんだけども、こうやって示す時があるだろ。示す時にさ、こうやってやってたらなんかこっちの手怪しいじゃん。それをな、少しでも消すためにコインを移したらこうやってちょっとジャンプさせてみねえかっていう話なんだよな。うん、そうなんだよ。こう来てこうな。そうするとちょっと自然に見えるだろ。うん。まあこのな、コインを入れ替えるというのをスイッチって喋りますよっていう話なんだ。わかったな。じゃあ今日のおさらい軽くしていくぞ。スイッチっていうのはな、任天堂から出しているゲーム機のことなんだ。このゲーム機っていうのはな、なかなか今入手困難でな、すごくな、もう泣きたいぐらい手に入れづらい現象が起きてたんだよ。でもね、最近買えたんですよ。まあ俺が買ったわけじゃないんだけどね。うん、ちょっとね、このスイッチっていうのをさ、みんなでさ、やりましょうってことなんですよ。はい、これが今日のスイッチの解説でした。ありがとう。